はい、久保です。今日は、Python 言語による100プラスの最適化問題の、ネットワーク編の、割り当て問題というのをやっていこうと思います。で、割り当て問題というのは、古典的な最適化問題で、いくつかの、重要な応用があって、そのいくつかの、大事そうなバリエーションについて、こういう問題ですね、についてちょっとお話ししていこうかと思います。最初は、古典的な割り当て問題です。で、割り当て問題、英語で言うとアサインメントプログラムっていうのはどういう問題かっていうと、定式化するとこういう感じの、なるんですけど、例題を作ってみると、例えば、CIJ という行列が与えられています。例えば12137ではな、526と、でこういう行列ですねが与えられていて、これが CIJ という行列。で、た、あの、なんだ、N×N の行列。で、それに対して、こういう制約がついてます。何かっていうと、XIJ というのは0、1変数で、I 番目の行と割り当てられるのが J 番目の行ですよと。時に1になる。という変数です。で、各行 i に対して、いずれか一つの列を選ぶというのは最初の制約。で、これ、次が各列に対していずれかの行を一つ選ぶという制約。したがって、この二つの制約を満たすものが、いわゆる割り当てというので、各行各列にちょうど一つずつ割り当てられているというのが、目的で、その中で費用の合計ですね、 CIJ かける XIJ の合計が最小になるものを出してねという問題です。で、これだと、例えば、これかな、こうと。これすると、割り当てになっていて、合計は1たす3たす2なので、目的関数は、6になると。これが最小値になるという問題です。で、今、定式化では、XIJ が0もしくは1ですよという、いわゆるバイナリー変数として、書いたんですけど、これ取っちゃっても大丈夫です。実数ですよってやっても、必ず答えは整数になります。こういう性質を、完全端模性と言います。で、いくつかの、制約ですね。で、に対してはこういう性質が成り立つ。前やった最短の問題もそういう性質を持っています。で、後でね、別のところで、やった、輸送問題ってやつがありました。の、特殊形です。ここが1になっている。ここが任意の実数で、この需要量と供給量かな、になっているのは輸送問題で、下が、あれもだから完全端末性を持っている。で、一応だから輸送問題の特殊形なので、で、輸送問題は最小非用量問題の特殊形なので、ネットワーク X ってパッケージを持ってきて、その最小非用量を使えば、一応解けます。解いてるのはこっちかな。こっち側がその、ネットワーク X の最小非漂流で解いたやつです。ただ、これはあんまりお勧めしてなくて、非常に遅いんですね。で、これ、1000ぐらいの、ランダムな問題。CIJ500 から1000までの、一応乱数ですね。ランドイント。だから、一応乱数で、サイズが NL だから、1000×1000 ぐらいの割り当て問題を作ってあげて、最小非漂流問題に帰着させて解くっていうのはこっちです。ちょっと説明すると、ネットワーク X っていう、パッケージを NX という別名で読んであると仮定して、有効グラフですね、向きのあるグラフ、ダイグラフのクラスを、使って、それのインスタンス G というのを作る。で、今さっきのコストの、この行列の、大きさだから、1000っていうのを持ってきてあげて、で、需要がマイナス1。需要が1って書いてあります。だから、こう2部グラフを作ってあげて、これ1000個ある。で、こっち側の点、1、0から n-1 か。0から n-1 の点は、需要量マイナス1。だから、1単位入ってくる。で、n から、2n-1 かな。n から、2n-1。のところには1出ていくという需要があるとしましょう。で、この上に2部グラフ、完全2部グラフ
を作ってあげて、その上の費用にこの CIJ を入れてあげればいい。コスト IJ を、この枝状ですね、こっちからこっちに行くところに割り振ってあげる。とすると、ネットワーク単体法、ネットワークシンプレックス法っていうのが使えます。でこっちの方が早いでした。容量スケーリング法っていうのも一応入ってるんですけど、まあ、この CIJ が整数なので、ネットワーク単体法を使った方が早いというのを前にやりました。で解いてあげると、まあ、答えは出てくるんですけど、これ 1000×1000 なので結構な枝の数があるので意外と時間がかかります。16.7 秒ぐらいかかる。で、この問題は非常に特殊な形をしているので、その特殊な解法というのが準備されています。非常に古典的な解法で、ハンガリー法と、ハンガリー人が考えたのでハンガリー法という安直な名前なんですけど、サイパイに入ってます。サイパイのパッケージでハンガリー法というのでが、リニアサムアサインメントというのに入っていて、まあ、あまり知られてないんですけど、それを使うのは簡単で、さっきのコストというナンパイの配列をそのまま入れればいい。そうすると、ローのインデックス、この場合は、まあ、0、1、2ってことも入ってくる。それに対応する、コラムのインデックスというのが入ってくるわけです。したがって費用というのは、このナンパイのところにこのインデックスを入れてサムを取ると、答えは出てくる。やっぱ6、なんか6っていうか1000かける1000ですね、答えがちゃんと出てくる。これ 52.9 ミリセコンドです。圧倒的に速い。というので、実際に、まあ、単体で割り当て問題を解くというのは少ないと思うんですけど、いろんな問題の小問題として発生します。まあ、その時にはこういうのを使うと、よろしいかと思います。多分中身は多分フォートランカ C で書かれた非常に高速なハンガリー法の正しい実数が入っていると思います。続いて、ボトルネック割り当て問題について説明しようと思います。で、まあ、さっきの割り当て問題の例をここに書いておいたんですけど、まあ、似たような問題です。で定式化をすると、まあ、こんな風になって、制約は同じです。ほとんど同じ。これ割り当てですって制約がありました。各行各列ごとに必ず一つの相手を選ぶ。で、その中で選んだときに、なるべくその選ばれた費用の中の一番大きいものっていうのを最初にしましょうというのがボトルネック割り当てです。で、それは、必ず各行には一つの列が割り振られるので、その割り振られたものよりは等しいか大きいという、その、目的関数値を Z と置いて、それを最小化する。これは実は、ミニマックス型の最適化問題になるので、これそのまま定式化をして、01という制約をつけて、グロビで解くと2分ぐらいかかる。2分半ぐらいかかっちゃう。で、まあ、たかだか1000点、1000、n かくる n で 1000×1000 ぐらいなんだけど、やはりそれなりに難しい最適化問題になります。で、ただ、これを、前ぐらいに先ほどのハンガリー法というのを使って、サイパイの入っているハンガリー法を使って前ぐらいに式位置を使ってやるとものすごく早く解けるというお話をしたいと思います。で、この Z という目的関数値、これわからないんですね。で、この値よりは必ず小さいもの、ローアーバウンドと大きいもの、アッパーバウンドというのを計算してあげて、まあ、その間に挟まれているということが示せます。それをまあ小さい方から順番に試していって、このアッパーバウンドとローアーバウンドが、くっついたらおしまいみたいなのが、ここで示すこの式位置を用いた解法です。で、最初にローアーバウンドですね。ここからこれ次の行まで行ってて、ここまで。で、ローアーバウンドを計算するんですけど、どうやってやるかっていうと、各行ごとに見て、一番小さいもの、この場合はこれですね、1、3、2っていうのを選んできて、その中で一番大きいものですね、一番大きいものっていうのを出すってことをします。で、一番ちっちゃいのは1で3で2で一番この中で大きいものだから3だから3以上になるわけですね。で、今度は、列側で見ていって、一番ちっちゃいやつ、この場合1、2、1で1、2、1となったので、この一番大きいやつ2で、さらにこの2と3の大きい方を持ってくると3というのが出てきます。したがってローアーバウンドは3なんですね。で、次にアッパーバウンドを計算します。これどうするかっていうと、先ほどのハンガリー法、リニアサムアサイメントで、最適な割り当てを計算します。しかもこれ1、3、
2で、さっきの目的関数値だと6でした。で、6ではなくて、この1、3、2の中、これはある割り当てですね。ある実行可能回の中で、一番大きな費用3というのが上階になるんですね。ある割り当ての中で、こういう実行可能回が求まった中で一番大きいもの。だから3というのは実行可能なんですね。で、このデータの場合は、ローアーバウンドが3で、アッパーバウンドが3というので、もうこれでおしまいです。3が正解というので、一瞬で終わるわけです。で、問題はこれ、アッパーバウンドが3ではなくて、例えば、まあ、5とかだったらどうすればいいの？というと、下から順番にこうループを回して、t というのが式位置です。で、レンジのローアーバウンド、アッパーバウンドなんで、アッパーバウンドの一歩手前まで、調べていきます。で、どうするかというと、C、この C のというこの行列の中で、これフラットにして C が T よりも大きいものはナンパイインプ、無限大に変えてしまうということをします。で、それを新しい C 行列として C のシェイプを直した後にリニアサムアサイメントを解きます。で、これなんでトライエクセプトで囲ってあるかっていうと、実行不能になる場合があるんですね。で、実行不能になる、なし解がないっていう場合は続けます。違う、解がない場合はさらにローアバウンドを上げていく。で、もっといい解がないか探しに行くんだけど、解があったら実はこれ終わっちゃっていいんです。なぜかというと、この変形したもの、これ何かというと、ローアバウンドの場合3だから、3より大きいものを全部無限大にします。消します。で、消した中で実行可能な割り当てがあるか、この場合あるんですね。1、3、2。したがって、この消した中で、実行可能回があったとしたら、今のローアーバウンドのこの3というのが、この残った中で、ね、一番大きいものになるから、それが最適解になるわけです。で、こういうのやると、1000×1000 やったとしても、非常に早く、ほとんど先ほどのハンガリー法と変わらないぐらい、ハンガリー法を、まあ、1、2回解くぐらいで計算ができるので、まあ、ボトルネック割り当て問題っていうのは、一応難しい、普通に解くと難しいんだけど、うまく作ると非常に簡単になるという問題です。で、次は本当に難しい問題です。一般化割り当て問題。ジェネラライズドアサイメントプログラム。で、これは当然 NP ハードで、このように定式化されます。ここが割り当てなんですね。各、J、まあ、J の方を、まあ、ジョブとするのかな、には、必ず一人の人をアサインしてほしい。で、各人に対しては、そのできる上限というのは決まっていて、そこに割り当てられた、そのジョブの量っていうかね、まあ、時間の合計で、それは人によって変わったりする。あるジョブ、J は、ある人 I がやると早く終わるとか、ある人、別の I が割り当てると遅くなるとか、そういうふうに違っていてもいいっていうふうに一般化してあります。で、こういう制約に変えるだけで、非常に難しくなります。で、でもまあ、最近の数理最適化するのは早いので、そこそこ大きいベンチマーク問題までは解けるんですけど、一応専用のメタヒューリスティックスが開発されています。で、今、名古屋大にいらっしゃる八木浦先生たちが作った、非常に高速なのがあって、まあ、それを Python から読めるようにしてあって、まあ、それなりに大きい問題が、解くことができます。で、これ NP 困難性の証明、実は簡単で、この制約自身がナップサク問題、なっているので、ナップサク自身が、まあ、NP ハードなんで、難しいっていうのは、まあ、簡単に分かるわけです。ただし、まあ、ある構造を持っているので、その構造をうまく利用して、メタヒューリスティックスを設計してあげると、まあ、非常に早く解けるわけです。で、今度は、二次割り当て問題という問題で、これは実は、NP ハードって言っても、実は優しいものから難しいものまでいろいろあります。ナプサク問題なんていうのは非常に早く解ける簡単な問題で、ギター公式時間のアルゴリズムといって、そんなに数値がバカく、数値が大きくなければ、まあ、一瞬で解ける、うん、でさっきの一般化割り当て問題は、まあ、そこそこ優しいタイプの問題なんだけど、もっと難しい問題がこの有名な問題が二次割り当て問題です。で、巡回セールスマン問題なんていうのもこれの特殊系で、サイパイに一応近似解法入っていて試してたんですけど、あ、これですね。全然ダメでしたね。一応2種類あって、2オプト、まあ簡単なローカルサーチと、まあ FAQ というなんか貪欲解法なのかな。で、試してみたんですけど、こういうベンチマーク問題っていうのがあるので、誰でも試せます。
でやってみたところこのぐらいの答えで、まあ、非常に簡単なタブーサーチというのが、実装私が作ったのが、本の中に書かれていて、それやったりすると、まあ、圧倒的に答えが良くなる。まあ、このタブサーチをちょっと工夫したようなやつで、まあ、最適値の、まあ、1% から 5% ぐらいの解なんていうのが、まあ、短時間で出てきます。あ、問題の説明しなかった。制約は実は割り当て問題と同じです。だ、各行各列にちゃんと1個ずつになるようにアサインメントを求める。で、X は0、1で、IK ってなってるのは何でかっていうと、I という人を、まあ、K という場所に割り振ったときと、J という人を L という場所に割り振ったときに対して、その I という人と J という人のそのアクティビティというのかな、人同士のその交流の、量と、その、割り振られた K、L という場所のその距離、ディスタンスと、2つの行列があって、その掛け算でやる。で、I が K に割り振られて、J が L に割り振られたときだけこの費用がかかる。としているだけで、実はすごく難しくなって、これは50の問題なんですけど、50になるとものすごく難しいです。30ぐらいでもその最適解を出したりするっていうのが、まあ、未だそのチャレンジングな問題として知られています。で、実はさっき巡回セールスマン問題はこの特殊系だという話をしたんですけど、巡回セールスマン問題をこういうふうにして定式化して解くなんていうアプローチがたまに使われてるんですけど、非常にまあ良くない、こんな難しい問題に帰着させてどうするんだと私は思ってるんですけど、結構こういうアプローチが取られているので注意をした方がいいかと思います。で、グロビトからだと一応最近2時までこういうふうに2時って書いてもちゃんと解けるようになってきてるんですけど、やはり 10ぐらい、10というと全列挙しちゃっても、これ実はただの順列を出す問題だから全部列挙しちゃった方が早いぐらいで、の時間がかかります。まあ、実際あの実験はもうちょっと大きいところまで最近いろいろ工夫して、こう一つの二次っていうんですね、凸でない、二次の最適化も最近の数理最適化ソルバーは、解けるようになってきているので、まあ、あのベンチマーク問題で30とかは無理でも小さい問題で実験してみるのは面白い研究テーマかなと思っています。で、そのまた、特殊系、今の二次割り当ての特殊系で線形順序付け問題という面白い問題があります。リニアオーダリングプロブレムといって、まあ、特殊系なんだけど、まあ、順列を計算、順列が解になって、割り当てってのはいわゆる順列です。あの0から n-1 の数字を並べ替える、あの列のインデックスを並べ替えるというのが割り当てに対応するので順列を出す問題で、順列で、πi πj で i が j より小さい、だから並べ替えた後で、行列の右上ですね、右上の、合計対角線よりも上にあるところ、 i が、i よりも j が大きくなっているように並べ替えた後でここが大きくなるような、順列を出す問題というのが線形順序付け問題です。まあ、経済の方に何か応用があったり、まあ、あのこの右上を 最大にするってことは下ですね、こっちを最小にする。で、こういうのまた名前がついていて、逆流最小化、フィードバック、アークミニマイゼーションプログラムとかいう問題として、まあ、実質は一緒なんですけど、研究がされています。で、この問題を解くときは、さっきの、割り当て形式の制約にしないんですね。ちょっと制約を工夫すると、急に、数理最適化ソルバーで解けるようになります。で、特殊系なんだけど、やはり変数を違うふうにとって、この問題に合った定式化をすることによって、ある程度、の問題が解けるようになるという面白い例だし、結構応用自身もある問題なので取り上げました。で、どういう変数にするかっていうと、この、πi よりも πj の方が、だからこの右上に、あ、 i より j が後ろになった時に1、そうでなければ0みたいな0、1変数をやります。制約は i は j の後ろか j が i の、後ろかいずれかなので足したものが1、このオアという制約ですね。この i より j が後ろか、j より i が後ろ、いずれかだと。で、こんだけではダメで、こういう制約が必要になります。i より j が後ろで、j より k が後ろで、時は k より i が、後ろになってはダメよと。だから、ijk があった時に、i より j が後ろ、j より k が後ろの時は、これはダメだと。全部足すと3になるので、それが2以下ってことは、こういうぐるぐる回るのがない。で、こういう制約を付加することによって、
全てのこのインデックスが対して半順序が定義できる。だからこれで半順序を定義できるんですね。そうなってるような、X に対して CIJ の合計を最大化するというのが線形順序付け問題です。まあこういった定式化の工夫をすることによってそこそこの問題も解けるし、まあこれ専用の、メタヒューリスティックなんていうのも、当然出てきていて、あと特にこれ昔は多面体構造が面白いっていうのでいろいろな切除平面が、ドイツの、まあ、マーチン・グレシルさんたちによって提案されていて、まあ、それも本になっているので、そういう意味でも、まあ、面白い、興味深い問題です。はい、以上で、割り当て問題系の説明を終わりにしようと思います。はい、ではまた。